こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。A 空母が、なんと韓国訪問を検討しているのが分かった。まだ、確定しているわけではない。A 空母が朝鮮半島に行くのは、あの有事以来。もう何十年も訪問していない。韓国側は、話を濁しているが間に、挟まれている状況だ。では、もう少し詳しく見ていこう。韓国国民は、本当に外側で起きていることを知っているのだろうか？疑問に考えてしまうし、軍事力低下、対日政策は、今や軍にも、徹底されているとか。2020年12月、アメリカ空軍は、保有する B-52 戦略爆撃機に喧嘩して、運用する極超音速兵器 AGM-183A ミサイルの空中発射テストを当月中に行う予定であることを発表した。極超音速兵器とは、一般的に、飛翔速度がマッハ5以上に達する。高速のミサイルのことを指し、従来の弾道ミサイルのように、その軌道を解析して迎撃することは、現状困難な兵器とされている。この極超音速兵器の分野においては、ロシアや中国が、アメリカよりも先行していると言われて久しいが、これが成功すればその、バランスでも、アメリカが優位に立つ可能性が、俄然高まる。少し前までであれば、アメリカが AGM-183A ミサイルを実用化できるのは、早くとも2027年頃とする予想が大勢を占め、これに比すれば実に、5年ほども短縮する2022年の実戦配備が見えてきた形だ。すでに、アメリカは、AGM-183A ミサイルの地上発射型のテストには、成功しており、仮に、韓国のソウルからこれを運用すれば、北朝鮮の首都、平壌までの約200キロ弱の距離なら、わずか30秒で着弾可能な計算となる。現状の空対空ミサイルでの迎撃は、ほぼ不可能と言われる。極超音速兵器を地上発射に加え、爆撃機からの空中発射能力までアメリカが獲得すれば、報復による抑止力から隅先制攻撃の力も得ることを意味する。2020年の現在のアジアの軍事情勢からすれば、今やアメリカが最も警戒しているのは中国だと思われるが、こうした動きに香港の問題から、その対応を決断したイギリスも呼応してきたように感じられる。これは来年2021年からイギリスがアジア太平洋地区に向け、自国の航空母艦クイーン・エリザベスを中核とする空母打撃群の派遣を決定している点からも、その方向性は明らかに強化されてきたと言えよう。クイーン・エリザベスは、イギリス空軍の F-35 ライトニング2戦闘機、B 型の部隊を搭載すると同時に、同様に同機を使用するアメリカ海兵隊の部隊も収容しており、この形式での運用の試金石でもある。イギリス海軍は、クイーン・エリザベス級航空母艦の2番艦、プリンス・オブ・ウェールズも、すでに建造しているが、こちらは、
事故によって機関室が海水の浸水を受けた影響で現在未稼働状態に陥っている。プリンス・オブ・ウェールズはこの浸水事故の修復に少なくとも2021年の前半を要するとみられており、 F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の運用に必須のアメリカでの艦艇の適合試験がすでに延期されている。今回プリンス・オブ・ウェールズで発生した浸水事故は機関室の配管が破裂したことに起因すると考えられており、同型艦であるクイーン・エリザベスにも対策の必要性が生じている。その対策工事をどのタイミングで完了できるかによっては、クイーン・エリザベスのアジア太平洋地区への派遣スケジュールにも影響が及ぶ事態も想定されるため、速報が待たれる。さて、そうした非常事態に見舞われているクイーン・エリザベス級航空母艦だが、両艦の開発を推進したのはロンドンに本拠を置く軍事関連企業バブコック・インターナショナルグループである。バブコック・インターナショナルグループはこうした航空母艦から潜水艦などの艦艇の開発を手掛けると同時に、陸上や航空分野での制御、管制機器から原子力まで幅広いエンジニアリングを行う企業だ。こうした業務内容の一環から、バブコック・インターナショナルグループは、韓国のトサン・アンチャン補給潜水艦の設計にも携わっており、さらなる韓国海軍への業務拡張を起とし、新たなアプローチをしているとも伝えられている。その分野こそ、韓国が推進しようとしている航空母艦建造プロジェクトであり、そこへの進出の足がかりに、2021年のプリンス・オブ・ウェールズ派遣の際に、韓国への寄港を目指しているとの見方も出ている。バブコック・インターナショナルグループが持つトサン・アンチャン補給潜水艦設計への参画の実績や、クイーン・エリザベス級航空母艦で、培った F-35 ライトニング2戦闘機 B 型運用のスキルやノウハウを考えればありえなくはないだろう。もちろん、これにはアメリカ海兵隊との共同運用を行うクイーン・エリザベスだけにアメリカ側の了承も当然必要になると思われるが、同艦の維持費にも苦心しているイギリスにとっては、ぜひ獲得したい案件に見える。それが実現できれば、イギリスにとってはアジア太平洋地域における中国への牽制と新たな韓国の航空母艦の建造事業への参入といういわば一石二鳥の効果が得られる可能性が高まることを意味する。このあたりの単なる政治的、軍事的なクイーン・エリザベスの活用に止まらず、戦略的な進め方はいかにもかつての覇権国家であったイギリスらしい、ある意味非常に狡猾なやり方だと感じられる。一方の韓国は、初の航空母艦保有を何としても有効なプロジェクトとすべく検討が行うと思われるが、昨今中国への回帰傾向が強く感じられる中で、自国への寄港という露骨な選択はしないのではないだろうか。
そもそも、韓国の航空母艦を保有したい動機が、海上自衛隊の、出雲、加賀の航空母艦化や、竹島をめぐる日本への一方的な対抗意識の産物のようでもあり、それを置いて日米英側に組みする判断は困難には思える。